マルツァーンイコールヘラースドルフ区マルツァーンイコールヘラースドルフ区は、ドイツの首都ベルリンの第10番の行政区である。時点の人口は人である。2001年に都が合併し、成立した。ベルリン東部に位置し、リヒテンベルク区とトレプトをイコールケーペニック区、また北部と東部では、ブランデンブルク州に接している。第二次世界大戦の瓦礫。 また新市街建設時の残土で、いくつかの月山が作られた。区内には5つの地区がある。なお1986年から2001年までは、カラが編成されていた。区の面積は6 1 8トルであり、の人口はであった。そのため、人口密度は1、軽平方メートルであった。 2012年12月31日の外国人の割合は4.6%、移民の背景を持つ住民の割合は12.2%であった。失業率は2013年4月30日では11.5%であった。マルツァーンイコールヘラースドルフ区は人口統計から見た場合、ベルリンで最も大きな変化を遂げた区である。1991年、当時のマルツァーン区。 ヘランスドル服を合わせた平均年齢は30.5歳であった。2009年には12歳近く上がり42.4歳となった。これは特に若年人口の流出によるものであった。2012年12月31日の平均年齢は43.1歳であった。区内の前後地区は1920年に大ベルリン法によりベルリンに編入されるまでは すべてに属していた。また1979年までは、ともに、リヒテンベルク区となっていた。1970年代終わりに新市街が建設されると、特にが発展し、そのため1979年には、現在の本区を形成する五地区から、が編成された。ヘラースドルフ地区とカウルスドルフ地区に新市街が建設されると、人口がさらに増加したため、 1986年6月1日には、ヘラースドルフ地区、カウルスドルフ地区、マールスドルフ地区を分離して、が編成され、2001年の区改革まで別個の区であった。2000年代には、一戸建て住宅地を抱えるビースドルフ地区、カウルスドルフ地区、マールスドルフ地区の人口が急増する一方で、区北部では人口流出が減少した。 2009年5月25日に、ドイツ連邦政府から、という称号を授与された。マルツァーンイコールヘラースドルフクの区政は、長きにわたり、左翼党が優勢であった。民主社会党であった当時、2001年の区議会選挙では、有効票の51.1%を獲得し、区長と全6人の区参事、のうち4人を占めた。 2011年9月18日の選挙では、ガマルツァーンイコールヘラースドルフ区の区長となった。クサンジは、クリスティアン・グレフ、ステファン・リヒター、ユリアー・ネビットであった。2016年9月18日の選挙の結果、現在の区長は、ダクマー・ポーレである。マルツァーンイコールヘラースドルフ区の紋章は、マルツァーン区の紋章の構成要素に由来する。 ヘラースドル服は、その設置以前は、マルツァーンクの一部であった。しかし、区議会は、マルツァーンクの紋章の継承を拒否した。区長は、紋章学者、ルッツデーリングに、紋章のデザインを依頼した。現在の紋章は2003年10月7日にから、授与されたものである。紋章記述、緑の盾に、銀色の左斜め波形の桁。 その髪型に五つの穂がつく金色の麦の束。その下方には銀色の歯車。縦の上には三つの塔を持つ赤い城壁管があり。中央の塔にはベルリンの紋章が付く。説明。穂のついた麦の束は区内の全地区の何世紀にもわたる農業地域としての性格を象徴している。五つの穂は区内の5地区、ビースドルフ、ヘラースドルフ、カウルスドルフ、 マールスドルフ、マルツァーンを表している。波形の桁は、区内を北から南に流れるブーレ川と多くの水域を表現している。縦の緑色のティンクチャーは、広々とした緑地や公園を表す。歯車は、マルツァーン区の紋章と同じく、20世紀に遠くが強力に工業化したことを象徴している。城壁館は、ベルリン全区の紋章に共通の意装である。 本区は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。マルツァーンイコールヘラースドルフ区にはベルリンで最大の工業地区がある。その中でも規模が大きく重要な企業は以下の通り。マルツァーンイコールヘラースドルフ経済団体は1991年に共に成功へをモットーにマルツァーンの企業によって設立された。この活動の目的は マルザーンイコールヘラースドルフの企業や自由業者の利益を最大階に代弁することである。この他にも雇用者、企業家、自由業者としての様々な課題について情報や相談を日下げしている。マルザーンイコールヘラースドルフ区には S バーンの S5、S7、S75 と U バーンの U5 が通っている。この他にも多くのベルリン支電とバス路線がある。連邦道路、 合戦とによってと結ばれている。区内には2012年に小学校が30校、総合生学校が12校、ギムナジウムが5校が2校あった。2008年から区内にはマールスドルフ地区のエルゼングルントに私立のフリースクールある。生徒数の減少により、マルツーンイコールヘラースドルフ区ではいくつもの学校が統廃合された。は2009年に並行し、 と統合された。区内には多くのスポーツ団体やスポーツ施設がある。全国的に有名なのはベルリン陸上クラブであり、陸上競技でドイツ、ベルリンでのチャンピオンを輩出している。2005年にマルツーンイコールヘラースドルフ、青少年交響楽団が設立され、マルツーンイコールヘラースドルフ音楽学校や他の音楽学校の学生が参加している。 の庭園にはステージが設けられ、5000席を要する。主に演奏会、会合、学校行事に利用されている。博物館は、複数あるが、中でもが設立したには、ヨーロッパで最大のの文物のコレクションがあり、マールスドルフ地区にある。といった著名人、アーティストがマルザーンイコールヘラースドルフ区に住んでいる。なお、マルザーンのシンディーとして、有名なは、実際にはの出身で、 住まいはにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。